足湯スナパー行ってありえる？そこで詰めていったらいいんじゃない？どっちかはありえるかなっていうふうに僕も見てますね、自分で。どっちかで自分でか。キッチンあったな。なな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 なあもう明日あるある早く言いたい。あナイスボマ、それがナイスボマです。なんか目玉焼き乗っけてる人がみんな走ると可愛いですね、やっぱ。嬉しそう、幸せだねピカちゃんね。よかったでちゅねー。やった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 やはや早くスキップスキップスキップ。あーかわいいねチュンね。地獄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 だから。 あと100秒楽しめるでこれ。いやいや無理でしょ。楽しかったねチュンね。入ってんのよ、しかもなんで俺がオリジナルだ。うちの子供よりも幼稚園らしい。貨物あ、ここは思い出のゴミ箱。ふい、青。青。うん、初手は停電一択だよね。青、水色、黄色。青、水色、黄色。ここでばらけさせてからが。でさ、前半これね、右行く人多いんだよね。だから、それも考えて、左のキルは多分ね、通んないから、右でキルした方がいいんだよな。2回目は。傾向的にね。まあ、周りの環境メタだけど。ちょぼ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 。そろそろしたいね。残念だったね、じめ。このね、わ、俺の。おお。うわ。はい、リアクターが、なった6秒後の時点で、アルマさんは死んでて、オラフ君は生きてます。ちなみに、バイタル近くでオラフ君も見て、その後、うん、私とトータスさんは全く同じ経路で、診察室、エレクトリカル、メインホール、エンジン室、宿舎前、通路、上がってミーティングでボタンを押してます。なので、オラフ君のキルに、トータスさんは 100% 関わってないです。じゃあ、昇降機左を直したのは自分です。右側の人は結構遅かったイメージがあります。その後、ミーティング行って、右のタスクやってました。藤宮さんと赤色先端教授です。はい。ピカクロス、リアクター鳴ってる最中に、心電図を確認して、サントさんの言う通りその時点で死んでいて、その後私は貨物室方面に抜けていって貨物室周りで死体の確認をしてました。ラウンジまで行ってラウンジのところまで全部確認したけど死体はなかった。はい、足湯さんに質問。はい、足湯さんと、僕が宿舎前脇金庫室タスク、金庫室からエンジン降りて、うんうん、で、コックピット方面に行ったところでコックピットに僕が行きました。足湯さんは武器庫降りていきました。その後どう移動しましたか？そのままキッチン抜けてセキュリティのカメラ、そっちの方面のタスクがなかったので、そのままセキュリティの、ロングタスク終わってからセキュリティのカメラをずっと見てました。最後までリアクター中ぐらいにカメラ見出した感じですね。はい、じゃあその時にオラフ君はそこを通っていますか？通ってなかったです。はい、というわけで、ただロングタスクがあってた時に通ってたならばわからないって感じですね。うん、オラフ君はだから基本的にはセキュリティ方面には抜けていないであろうと思われるので、サントさんの情報を精度した場合、おそらくリアクターを直しにメイン上がってるはずですよね。っていうのは、俺が最終位置キッチンなんですけど、オラフ君来てないので、
そした場合の疑い値って誰になります？ピカクロスさんがオラフ君をやってるあと私は朝から心電図の方に行って藤宮さん、僕はシャワーサントスさん、電気室の右上は誰もいてなかったですか？シャワーどの時点、あの一緒に行動してた時、サントスさん一瞬だけ右上見に行った。いや無理、スカフィのレポートは光ってないけど、ああ最奥までは見えてない。あとアルマさんの記憶を、アルマさん見たっけな、黄緑、黄黒、黄黒、青、あともう一人いたはずなんだよな。はい、はい、ナイス。私が心電図に入るときにオラフ君が心電図の方からエレクトリカルに入ってることは確認している。で、その後に私が心電図チェックしてる後にもう一人誰か心電図から電気室に抜けてるはず、リアクター鳴ってる最中。ほう。多分ね、あの確か人影が見えたから。あと多分あのアルマさんキッチンで藤宮と一緒に沸いてると思います。キッチン分けなんだ。はい、キッチンから僕はシャワーまで一気に行って、シャワーのタオルタスクやって。タオル閉まってる時に先端さんと合流して、そこからアーカイブリフトと先端さんと一緒です。藤宮さんに聞きたいんですけど、うん、キッチンから湧いて、はい、どういうタイミングで、もう結構早いかタスクを何個やっ、あ、何個かやっていったか、あの上のしまうやつだけやって向かいました。これなんで聞いたかと思う、はい、言うとメイン脇エンジン宿舎前金庫まで入って、昇降機っていう順番でミーティングなので、そのタイミングだったら自分とすれ違ってないのかなと思った。アシエさんにもまた質問で申し訳ないんだけど、はいはいはい、キッチン脇をしたであろうアルマくんがセキュリティ方面に抜けていったとか、その辺をカメラで見れたかどう。いや、アルマくんはカメラに映ってなくて、てかアルマさんが先死んでるんだっけ。そう、アルマさん先、アルマさん先、カメラ情報欲しいっす。そう思った。カメラ情報でいうと、実は貨物室がピカクロスさんと夏目先生がミーティングルームで映ってた以外は誰も映ってなくて、最後あのサントスさんとオタスがミーティングに書き込んでいくのだけ見れてるっていう状態ですね。で、え、めっちゃ早くね。っていうかほぼほぼなんだけど、下位置が電気、メイン、シャワーあたりっぽくない？うん、でもね、あの電気のところのはしごは上下する音は結構聞こえた。オラフ君の下位ですか？サントスさんがオラフ君は診察で見たんですよね。診察で見て、うん、私とトータスさんが置いてきた認識かなだったっけ、あ、いや、っっいや、エレクトリカルの方行ったよ、オラフ君。先に来たのか。アシエさんってさ、あの、セキュリティのさ、出入りとか完全に見れます？把握してます？セキュリティの出入り、最初の方、まあ。タスクしてたって話ですよね。タスクやってたっすね。うん、あ、絞れそうで絞れんな。ああ、宿舎前分けもやった。電気のやつだけやるか。新しい死体が出たらこれやばいぞ、この状況で情報が増えると。死に分けにするか。いやー、ナイス、はい、いやー、死体出たらやばかったっす、マジで。うん、情報が錯綜してるから。リアクター乗ってから6秒後に見たんでしたっけ。あ、6秒後の時点でアルマさんが死んでる。で、それでバイタルを切った瞬間にオラフ君がエレクトリカル方向に走ってたって言うの確か。ね、違う、俺らが診察室入るときにエレクトリカルのドア閉まってて、そこで挟まって両方、うん、両サイドによってオラフ君がエレクトリカル方向、あ、俺らは診察室の方向に行ったのか。じゃあ
足湯さんかスナパイさんのルートの方に行った可能性が、まあ、違うか、うん、右上回ったから止まるから右に回ったって発言じゃない、今まとめ、あと足湯さんは証言でなんかそのなんだっけエレクトリカルの橋が登った音も聞いてるって言ってたから、うん、まあ、だからオラフ君が多分確実にメインホール側に上がってるの間違いないと思うんですよ。うん、まあ、アシルさんがセキュリティで切ってなければって話です。うん、うん、サントさんとさ、トータさんってもうほぼ並走、ずっともう全く一緒、絶対 1ミリの隙もない、それは。あれ、ちなみにサントさんとトータさん、あ、違う、ずっとずっと永遠ずっと一緒最初。あ、ね、はい、リアクターが鳴ったぐらいから並走だと思ってました。いい、うん、あ、最初のキルはできるけど2キル目無理ってこと。そう、キルは100、あ、隠しろだったらでかかった。あ、いや、ね、じゃなくてそもそも中野アルマさんがキッチンで沸いてるって話が出てるんだから、左側の方に私が死体がないって証言をしてるので、サントスとトータスができるはずがないんだよ、アルマキルは。あ、そう、そのピカクロさんの情報を合わせると、そう、うん、ないかなと思ってる。そうだから、サントスさんとトータスさんは隠しろでほぼいいと思ってて、なんならサントスさんとトータスさんは診療所から電気室抜けたんだよね多分。うん、そしたらね、私が見た人影は多分2人のどっちかだと思うわ。一回上に上がった後降りるときに確か電気室のところで通り過ぎていく人影見てるから、うん、まあ上に上がってないなら足湯さんがキルしてるって感じかな。でも富士宮センターもほぼ無理かなと思うんですけど、うん、でも多分上行ってるでしょ。リアクター鳴ったタイミングでシャワー室行って、あのね、その後の、まあ、少なくともオラフ君のキルには富士宮センター関われない。まあ、うんうん、オラフ君のキルには自分も絶対無理ですね。足湯スナパイってありえる、そこで詰めていったらいいんじゃない。どっちかはありえるかなっていうふうに僕も見てますね、自分で。どっちかで自分で自分で、はい、どっちかはありえる。アシュさん知ってんだったらスナパイさん。100%になっちゃうよ。てか、アシュさん知ってんの俺はねえでしょ。まあでも足してあれだもんね、先端富士宮の二度もあるから釣りまでは持っていけなさそうだよな。はいはい、すいません、うん、今ちょっと最後引っかかったんで、あのスナパイさんがないっていうことはないなと思ってて、足湯さんさ、あの、はい、そもそも脇位置が僕ら2人とも証拠、うん、宿舎前で金庫入るところも一緒、うん、金庫出てくときも一緒、エンジンに降りてくのも一緒で、その後俺はコックピット入りました、うん、で、アシルさんは、武器庫行きました。そうで、アシルさんはその後まあいろいろあって最終的にセキュリティが最終位置なんですよね。うん、うん、その道中でアルマさんもオラフ君も見ていないっていう。ああ、そっかそっか、エンジンルームのカメラに映ってないからか。そう、アシルさん視点で俺が犯人なわけないじゃん。確かに無理や。展望でダウンロードアップロードしてた場合、コックピットに入ってた場合はちょっとあり得るっすけどね。コックピットに誰かが入ってた場合っていうのは、うん、エントキルとかもあるから、うん、完全否定にはならないけどってことね。そう、展望にも入れてないんで、展望コックピットでのキルは可能かなっていう感じですけど、うん、でもまあそこはないかな。オラフ君のキルってほぼアシューさんとやっぱピカさんしかいないのではないかなと思う。いや、そう、ごめん、あのオラフ君のキルに関して言うのであれば、はい、そのまま私はメインホールに抜けてると思うから、シャワー室、アーカイブ、昇降機あたりだと思うんだけど、普通に死体が発生するとしたら、サントスさんとトータスさんでどこまで到達できたんだっけ、あの時、うん、メインエンジン宿舎前でボタンを押してるから右回りを全く分かってないんだよ。だから右回りだとシャワー室に先端富士宮がリアクターが鳴ったタイミングでいて、うん、そこから一緒に行ってるので、まあ、その後はずっと一緒にいて、うん、で先にアルマさんが死んでるってなった、そもそも心電図情報、うん、うん、でそれでオラフ君の位置は見てないってことだよね、うん、はい、もちろん。なるほどね。じゃあそこで抜けてないからオラフ君の死体がどこなのかって話になるわけか。読めないな。知っても右側だったらもうその二人なのかなと思う。うん、あの一個だけ言うと、右側の方の死体がないですって主張は私の主張のみなので、それを疑われたらどうしようもないですとだけ言っておきます。ただしこの情報からトータさんとサントスが白角になってることだけは理解してほしい。うん、うん、ピカさんってさ、足湯さんかスナパイさん見つけたらストーカーするのはどう？あ、いい、それだったらどっちか見つけたら追っかけます、うん、今足湯さん投票した人誰？藤宮入れてます。スナパイ入れてます。うん、なんか議論的には夏目先生ぽいんだよな。めっちゃ反らしてる感じがあるよね。あんまりしなくてもいい、優先順位の低い話をめっちゃ広げてる印象がある。
冷静なこと言うのか。こっちに巻きするまで待つか。ナイスボタン。はい、ナイスボタンです。うん、なん、この容疑者が2人に絞られてると思ってるんですけど、僕はそのオラフ君キルに関して間違いない。一応藤宮センターも警戒してるってことですか、村は。僕は、うん、いや、絞りきれてるはずがないと思ってるのは死体値が不明だから。うん、もともとだとしても、サントスさんたちの白核で置くなら心電図情報でオラフ君は後に殺されてる。自分がいいのもあれですけど、あ、いや、だからオラフ君大将よりかそれだったら、私はまだ中野アルマさんキルのパターンでスナパイアシュのローラーの方が絶対いいと思うよ。いや、そういうわけじゃなくて、オラフ君のキルの時間が分かっているから、うん、プラス白角二人がキルが起きた後に歩いてるとか全部死体がないから、うん、そしたら死体位置絞られて足湯ピラクロスの方がいいよねっていう。あ、あ、じゃあ藤宮さん視点の情報なんですよ。藤宮さんセンターさんも無理や。じゃあもうこれあれじゃないですか、もうピカクロスさん、アシュー、スナパイさん、まあ多分ね、その3人の中に1インポスターは確実にいるとは思ってるから。絶対いるね、絶対いるけど、うん、いる。でもサンローラーはできないよ。いや、トムさんかサントスさんが決めてくれていいじゃん、うん、投票集めよう。もう多分結構ボタン消費してるんで、うん、するの、うん、多分できないと思うけどな、僕は、うん、あと結構絞れてはいるけど、だったら自分もできないし、あと誰ができるのって話になる。じゃあ、橋湯さん、ね、3人の中から、はい、せーので言おう。え、追放する？追放する、まず。それを話し合ってほしい。あ、する。僕は反対派。反対派なんだ。あの、そしたら、あの、せめて、私がトータスさんとサントスさんの白核証明してる人間だから。あ、ね、私は3人の中だったら、ピカさんじゃなくて、足湯さんかなと。俺も足湯かな。けど、まあ、一応、両方の動きが。先端視点ってさ、うん、藤宮センターがない状況下でさ、このピカクロス、アシュプラススナパイを釣りたくない理由って何かある？あ、そう、客観、あのね、まあ、自分が言うのもあれだけど、うん、僕は一応あり得るんじゃないかな、ギリ。藤宮さん。先端藤宮でしょ。そう、わかる。先端藤宮はあるんだよね。うん、そう。でも、まあ、僕が嘘ついてるから。いや、でも、それは多視点がケアするから。あ、でも今センターさんがそれを懸念したことによって割と外しました、センターが、うん、はいはい、今あのボタン押して、あのローラーまでやった方がいいと思います。あの来るなぁ、ちょごめんなさい、ちょわからんかったっすわ。ボタン押せないっす、珍しく消極的。いや、オラフ君の行動がわかんないからなぁ。うい、押したぞ。はい、ありがとうございます。一応、あ、これでどうぞどうぞ。あ、いいよ、サントスさん先に話して。あ、一応それをなんで足湯さんにしたかで言うと、スナパイさんがインポスターであり得る場合って足湯さんの見逃しと足湯スナパイの二郎しかないから、うん、だから、そう、だから足湯さんかなと思ったっていう。優先度が高いのがそっちってことでしょ。うん、うん、それはわかる。じゃあサントスさんに聞きたいんだけど、じゃあバランス取るんだったら、うん、ピカクロスアシューで結論1インポスター落ちる信号にならん。なんでオラフ君の容疑者が。え、ちょ待って、ピカクロス視点って何でってあるの。何、ピカクロスアシューさん全く疑ってないってこと。いや、じゃなくて、私はアシューさんとスナパイさんのどっちかにインポスターがいるから、どうしてそういう結論になるのかがわからないっていう。あ、違う違う、足し点の2インポスター以上考えたらすごい、共感する。スナパイさんは完全にピカクロス視点の話。私が夏目先生に振られたんで返すと、ピカスナパイの場合はアシューさんの見逃ししかないんですよね。さっき言ってるロングタスクの場合、うん、今どんな見方してたかによるけどね。で、藤宮センターも一応さっきね、まだ薄いって言ったけどあるから、これ1釣りで我慢はダメ。それだったら昨日釣んなくてよかったと思うけど、うん、それなら釣る選択肢。もうね、これが見えてたから僕はずっと反対してたの。じゃあ俺の視点から分かることがあったんだけど、はい、いい？うん、アルマさんが先に死んでるっていう情報をもう一度思い出してほしくて、アルマさんが死んでいて、それが、まあ、電気室より例えば右ないしは上で死んでる場合って、オラフ君がそこ通って足湯さんが切るっていう形になるよね。アシルさんがインポスターの場合って、うんうん、ってことはオラフ君がアルマさんの死体を見つけていない以上、アルマさんってもっと全然違うとこ行ってるんですよ。
これは分かりますか？分かった。スナパイピカクロスの決戦投票奇数だから絶対釣れるので、それにしよう。あとそれは危険、ちゃんとケアした方がいい、それするんだったら。そうで、だから1個忘れてほしくないのは、私がインポスターだったらどうして右側に死体がないっていう必要性があったのかだけちゃんと考えて。それで私さ、自身がどこ入れるの？ルートだからじゃないの？私スナパイさんでどういうことになるんだよそれは。あ、俺なんだ。合わせました。いや、なんかアスティウスナパイがこれが違うっていうので分かるから、まずそれで話を一回整理しましょう。ボタン押しましょう。タスクやらずに。ボタンないよ。ボタンないです。あります。絶対こうなると思ったからずっと反対したんだよな。ピカさん目線納得いかないだろうな。まあ、インポスターでもクルーでも納得いかないだろうなと思ったんだよな。中途半端になりそうと思って。容疑の濃度が、自分が言うのもあれだけど、僕も容疑者だから。ナイス。はい、ナイス。倒しました。まあ今日ピカクロス釣ってもらっても大丈夫なんだけど、その上で一個確認したいんだけど、本当に夏目先生ができないっていう証明を他の視点から言い切れることができる、ね、それはオラフ君のキル。そう、オラフ君のキルがアレマさんはそうですね。オラフ君のキルが明確に分かってるから、オラフ君のキルを。ちょっとごめん、センターさんに。ピカクロスさん一旦落ち着いてもらって、すごくピカクロスさんの気持ちは分かるので。今のは、オラフ君の容疑者として、まあ、ピカクロスさんがたまたま入ってしまったっていうだけなので、ピカクロスさんは多分ちょっと今一番冷静に、アルマさんの行動とか、その辺を多分見極めれるから、それちょっと考えてほしいので、ピカクロスさん中心で。ごめん。アルマさんの行動は私は目撃してないからわからない。あ、そうそう、だから、推理してほしい。そうなってくると、うん、コックピットとかの、足湯さんが白でスナパイさんが黒だったパターンで考えた時にはコックピットに抜けてるパターンだと思うのね、うん、ないしは展望あたりで殺してスナパイさんが最終時コックピットで嘘ついてるかっていうパターン、うん、どちらにせよ足湯さんのカメラ、今回のこのエアシップのカメラというのは回す速度によっては見逃す可能性がある、特に足が速いから、うん、なのでカメラで見てないからじゃあ行ってないよねっていうのは成立しえないと思ってるから、比較的もともとアルマさんがキッチンで湧いてるという情報がある以上、スナパイさんっていうのは絶対的に容疑者位置になると思ってるの、うん、アルマさんの、うん、だからそういった意味で言うと私よりかはスナパイさんの方が優先位置高いと思うし、アルマさんのキルに関してはおそらくスナパイ亜種のどっちかだと思う、残りの全員の行動意思から洗えば、藤宮センタン、藤宮さんとセンタンさんとかシャワー室にいたんだったらね、うん、って言ったところから間違いなくアルマさんのキルについてはスナパイアッシュで落ちてると思ってる。その上でそれはピカクロさんの視点じゃないの、客観視点でピカクロさんの白いいですよ、ピカクロさんの視点で、大丈夫ですよ、ピカクロさんの視点でいいですよ、はい、それの上でさっきごめん、これは人狼的な話になるけど、はい、私の議論を毎回妨害されてるのが夏目さんだから、うん、行動的には夏目さんが非常に怪しいので、ちゃんとオラフ君の位置関係を洗ってほしい、だから私はそれこれを毎回言ってるんだ。うーん、なるほど、わかるわかる、あ、マジ、あ、するんだ、え、ごめん、投票できなかった。じゃあもう、足湯さんちっちゃダメだよ、それ言うんだったら。うん。だから、釣った時点でロラスタート、ね。弁当とかも考えて。あ、顔されちゃった。もっと反対しとけばよかったかな。足湯夏目っぽいよね、非常に。非常に共感する。インポスターでも共感する。ピカクロスさんの一人はね。インク黒。はい、1000円。ドアだけ開けとくか。ボタンもあんまないよね。でも侵入より、いやー、どうしようかな。どこいるんだろう。大丈夫そうだな。すごい、配線だけやらせ。エンジンど真ん中にトータスさんの死体で、めちゃくちゃ直近だと思います。藤宮は行動してなかったですか、一緒に。僕ミーティングのはしご降りたとこまではトータスさんと一緒で、トータスさんが左の扉を、ね、
開けているのを見ながら僕はヌーに乗って今ラウンジまで行きます。センダーさんと一緒にコックピット行った時にコックピットにエンジンに宿舎前通路1だったかな。うん、なんで、ですね、エンジン2がトータスさんとインポスターかなという気がしてますが、うん、センターさんってちなみに下行ったの？下行きました。僕エンジン1でした。僕が見た時はエンジン1で、宿舎前2だったんで、うん、僕はもう、うん、あの展望のタスクできるなと思って行きました。ごめんなさい、うん、リアクター中ですけど。僕視点は、まあ、センターさんを弾けるならもう夏目さんだと思ってます。夏目さんの経路を聞く。あ、自分は普通にエンジンで、藤宮と、戸田さんを置いた後に、メインまで行ってメインの一つタスクをしてリアクターが鳴ったので、エンジン宿舎前昇降機、昇降機がラストです。でエンジンに通った、あ、一回金庫室にちょっと寄った、死体確認して寄って宿舎前です。多分まあ私ってあの足湯さんで釣れた、スナパイさん と、ピカクロスさんが白だったかなってなんとなくなんですけど思っているので、その場合ってあの、まあ、夏目足湯か夏目スナパイが一応あるかなって、それで一応1日目のキルの組み合わせが成立するかなっていうのがあるので、うんうんうん、1日目のキルの組み合わせって自分がどこでやってるケースですか？だってお二人がサントさんと、わからないけど不可能だから、ケースを全部言ってる、あの不可能なの。サントさん隠しろで僕と藤宮さんに色を否定されてるから、もう、あと僕は夏目先生、藤宮が夏目先生くらと思ってたから、僕はずっとロラ止めて反対してました。あ、わかりました。はい。どこだろうな。終わんなかったらタスク。いや、大丈夫だと思う。いやー、ドミン強いんじゃーんって。ナイスファイト、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 ナイスファイト。すいません、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 ちょっと感想戦的な時間をいただきたいんですけれども、はい、うん、私ってちょっと非人狼勢というかあれなので、私視点の最適って一番濃い足湯さんを釣って7人で二狼あるかもしれない時点で58、まあ、50秒とか60秒の間くらいにボタンを押して様子見るのが一番バランスがいいかなって私視点では思ったんですけれども、うん、だから、まあちょっとごめんなさい、多分ピカクロスさんも多分すごい感じたと思うんですけど、夏目先生がずっと議論妨害してたん で、うんうん、でそれで多分で位置的にもアルマさんの目撃情報全然出ない状態で、うんうん、夏目先生に多分縄が届かないんですよ、あのローラーを始めちゃうと。いや、そうなんですよね。そうマジでね、うん、ナイスだった村。だから、負けたと思ったから、霊界で。すげえ怖かったんですよね。だから私は、私はずっとロラじゃなくて、足湯さん一本釣りで終わらせるっていうことが知らなかった。そしたら多分、うん、ボタンの数が少ないから、可能性もあるしみたいな、っていうのもあったんですね。ボタンの残数か。ボタンの残数か。結構序盤にいっぱい押してた印象があったから。ありますね。後半押せる人がキルされた場合に怖いなっていうの、あとはもう議論の内容的にもう3枚釣る流れで足湯さんから釣ってるんで、うん、そうですね。あの途中で止めるとさっきあの夏目さんが言ってたんですけど、3キルのパターンが結構ありえる、うん、ありえるので、うん、足湯さんが来るだった時にだから止めない方がやっぱり安全かなって、あとはギリ止められるのがピカクロスぐらいだった程度です本当に。あの白印象があの他の2人よりも稼げているんだったらピカクロスが止められるかなぐらいなんですけど、うんうん、なんかあくまで結果論でしたあれだったんですけど、私って3人のクロノードが割と違うかなと思ってたので、うんうんうん、なんでまあ一釣りでかなと思ったんですけど、まあ、それはちょっとあくまで自主点なので今ちょっと理由を聞いて結構なのは、まあまあそんなことよりオラフクは一体どこで死んだ、答え合わせしたいですね、うん、あ、うん、僕ってどこで死にましたっけ。ナイスなちょっともう霊界すごかったね、コンチャッチャすごかったんでね、あれね、天文天気でコンチャッチャした、いや違う、キッチン、キッチン、キッチンか、キッチンで、うん、アルマはコックピットのダウンロードです、自分が殺してます。夏目先生が。うん、だいぶ藤宮が見逃してるかな。うん、だから足湯さんがカセットテープしてて、で僕はそのままキッチンまで通り抜けていって。ああ、そうなん、やっぱりそうなん。はい、で、そ多分足湯さん見てなかったのはしゃあないです。多分タスクしてたんで。うん、でそこでキッチン入ったタイミングでスナパイさんが来て、弁当移動してコックピット見てたんですよね。あれ夏目さんの証言って確か昇降機左にいたって話だったと思うけど、合ってる？
なんかリアクター左を直したの多分夏目さんっていうイメージだった、アルマの死体はめっちゃ冷えてます。もう多分そうめちゃくちゃ前に殺して30秒以上経ってる、うん、あそっかそういうことか、なるほど、ね、めちゃくちゃ前に殺してミーティングまで行きました。そうですね、アチューさんと俺があのエンジンから武器庫前で別れたじゃないですか。うん、あの時その時点ではもう死んでたんや。さあ、あの時にオラフ君とアルマさんの死体がコックピットにもうあってん。あ、オラフ君もコックピット。いや、あ、違う、夏目先生とアルマさん。うん、アルマさんがおったってことね。うん、はいはい。よう勝ったな。なんか、これはさんがマジでなかった。すごかった。よかった、マジで。うん、すごいな。本当にね、あの私が喋るたんびに夏目先生とスナパイさんに妨害されてる感が半端ない。おお、ね、いやーごめんなさい、もうちょっとなんか恐竜あれしすぎたなと思って申し訳ない。ピカクロスの妨害した俺。あ、まあスナパイさんよりかはね夏目先生がすごかった。うん、だからスナパイさんが邪魔してる感はあんましなかったけど。そう。あのね、あの実施点の話をしないといけないのに、それは実施点の話だからそりゃそうだよって思いながら聞いてた。恥ずかしくてよかったね別に。でもなんかセンターさんがめっちゃピカさんに喋らせようとしたのがナイス先生に喋ってしまう。なんならちょっとあれですけど、多分ピカクロスさん多分頭に血に上るだろうなと思って、もうその未来まで見えてて、ちょっとロラ怖かったんですよね。あ、そういうことか。そうですね。ごめんなさい。申し訳ない、ピカクロス。あのすみません。今完全に自分のなんかなんかエンジンかけてました、頭の。頭のエンジン、トゥルントゥルンって鳴らしました。やばい。なんか霊界で聞いてる感じは先端さんがすげえ白く見え、なんかその議論姿勢が白かったんで、自動的に藤宮さんも白くなるかなと思って聞いてたんですけど。違いない。なんか。絶対、いやまあすごいね、めちゃくちゃ情報出して、いやそのスナパイさん、あ、じゃあピアクロスさんね、すごくめっちゃ情報出してくれてんのに、え、俺ロラすんのって多分なるなと思って。ああ、そう、まあしょうがない、容疑者位置だったのは事実だったのは分かってたんで、そうめっちゃ共感できるから。もう君カッチカチやで。うん、もう完全にもう片腕になってますね。どうすな